こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。イエーイ今日は、私の私生活的に夜結構遅くご飯を食べることが多くて、顔が次の日結構朝むくむんですよ。なので今日はこちらのカッサを使って、カッサの使い方とリンパの流し方を今日はやっていこうかなと思います。美肌しずくの美容クリームをつけていきます。はい、まず前髪ちょっと邪魔なので止めました。で、クリームをこのくらい取ります。これを全体につけていきます。今日は、半分だけつけていきます。結構これをしっかりつけてあげるとカッサの滑りが良くなるので、全体にしっかりまんべんなくつけていきます。おでこもつけます。で、首にもしっかりつけてください。鎖骨までつけたら OK です。こちらのカッサを使っていきます。はい、ではカッサをやっていきます。下からやっていきます。鎖骨ここにあると思いますが、ここのまず下からほぐしていきます。ここのこうボコボコっとなってるこの端の部分で刺激するように、力加減はそんなに強くないんですけど、少し肌がへこむくらいの力で外にほぐしていきます。ちょっと今日はお洋服の上になっちゃってるんですけど、本当は地肌に当てるとより効果が出ます。で、ここを3回から5回くらい、むくみの具合によって回数を増やしてあげるといいんですけど、ある程度ほぐれたら次はこのここにリンパ節があるんですけど、ここを刺激していきます。ここを刺激するときは反対側のちょっと細い部分を当てていきます。結構グイッと押すとちょっと痛いんですけど、この痛みが老廃物を流すための痛みなのでちょっとだけ我慢してください。で、少し5秒くらい押したら、そのまままた鎖骨の上を通ってほぐしていきます。結構ゴリゴリ言ってます。で、ほぐしたら次はフェイスラインですね。顎先から今度はまたこちらのボコボコの部分を当てて、フェイスラインを耳の手前まで持ってきます。この時はあんまり強すぎると顔に摩擦が起きちゃうので、肌荒れの原因になるので少し優しめに押していきます。で、ここで少し持ち上げて耳の下を通って首筋を、老廃物を流していきます。これを3セットくらいやっていきます。結構首筋はゴリゴリゴリ言うんですけど、そのゴリゴリが私的に気持ちいいです。はい、で次はほうれい線ですね。ここもここの部分で上に持ち上げて、また下に下ろしていきます。必ず上に持ち上げた後は耳の周りを通って首筋を通って老廃物を流していくと、顔の老廃物が全部
下に流れていってくれるので顔のむくみが取れてきます。次、頬なんですけど、頬はこちらのカーブがついている部分を当てて、また同じように上に持ち上げて、こめかみまで持ち上げて下に下ろしていきます。顔変じゃないですか。バッチリです。ありがとうございます。結構しっかり持ち上げます。ジェルがついてるのである程度滑りが良くてすごい気持ちいいです。で、最後はおでこ。おでこのカーブ結構フィットするのでこのまま下に下ろしていきます。マテークついてる人は結構気をつけてやってあげてください。で、最後にまた首筋の、あと鎖骨の上をもう一度リンパ節を刺激してあげて、これで終了です。これでちょっと写真を撮って見比べてみましょう。はい、こんな感じでちょっとですけどほんのり上がってますね。口角もちょっと上がるのでこの後のスキンケアも結構楽しくなるんじゃないかなと思います。こんな感じでちょっとカッサの使い方とリンパの流し方やってみました。結構毎日やってもスキンケアクリームつけた状態でやるので、あの滑りも良くてあまり摩擦にはならないので毎日やってもいいかなと思います。と結構ゴリゴリこすりすぎちゃうとそれもあの赤みの原因になっちゃったりとかしちゃうので、優しくほんのり肌が沈むくらいでやってあげてください。まあ、1日5分くらいでちゃちゃっとできるリフトアップなので、ぜひこれを見て毎日やってみてください。ではまた